ああ、やってきました。やっと着きました。そうです、これちょっとね、ずいぶん前からリクエストをいただいたんやけどね、桜の時期に一部隊ここ回ってくれてですね、はい、今日もう満開でございます。先週はちょっとね来る予定だったけどね、雨で中止になって、今日の方が良かったかな。あ、渡りましょう。おわ、苦労した。ここや。何？500円か300円か。ありがとうございます。これですね、一部隊5分。まだね、現金。後でね、ちょっと言わないからね、現金ですか。QR 決済でやったらね、もう今そんな時代やからね。おお、桜。綺麗やね。さて、じゃあ、こう、石仏入ってみましょうか。いやー、ほんまや。わしね、以前来た時はね、まだ7分か5分台ぐらいだったからね、こんな満開初めてです、これはさ。そもそもね、わしらが以前昭和の時代来た時はね、反対から僕から上がってて、木の初めてのやつね、これはあといつ来たか知らんけど、これはね初めてですわ、これは。だから昭和の時代の飛んできたんだろうな。いや、どうだろう、分からんけど、はい、ちょっと行ってみましょう。いや、そうやな、ずっと回ってた記憶あるから、ガンガン。さて、はい、見てください。これが巨石の一部隊古墳のね、天井石でございます。今ちょうどね、満開なんでね、すごいでしょ、これ。満開、桜。もう一周くろうと桜。これが300トンだったかな、全部で、総トン数が。重量が300トン。わしの記憶が恐れば。こんな大きいものしてくれたんでね。すごい。これやっぱすごいわ。ずいぶんいろんなとこ回ったけどな。まあしかし、石が見えへんからな。中からしか見えへんから。分からへんねんけど。まあこれに純度量の石を使ってんだろうな。いろんなどずかここもね、回ったけど、大きな使ったやつは。すごいね、やっぱりこうやって見ると。はい、これが日本一の古墳でございます。石ですね。すごい。300個ぐらいもあって、ここ一枚大きいね。高さはね、まあ高いところあるけど、この石といいね、石の大きさがやっぱりすごいわ。この原石のこの長さはね、すごいよ、この長さ、あっこまであるからね、すごいのです。この石がやっぱすごいね。これがやっぱすごいわ。で、上は2個かね。2個やね。ひんやり気持ちいいんですけどね。ここ一番奥。1、2、3だ。高さもそこそこあんねんけどね。これは一番高くないんやから、もっと高いとこあんねんからね。どこやったっけ、洋楽か。洋楽の環状も僕一番高いとかな、奈良県では。だからそれに次ぐらいの高さあるかな。これね、赤で入ってるからね、なんか高く見えへんな。このうど塚が女の子も高く見えんだよね。真っ暗やからね。涼しい。はい、やっぱすごいね。はい、ありがとうございました。日本一有名な古墳でございました。はい、ありがとうございました。ちょっと横のね、周りのね、桜を見て、桜の方から見てみましょうか。よしよし、これやこれ、昔はあった記憶あるのはこれですよ。これ木じゃなかったんだ。昔木と思ったんやけどね。多いね。なんか昭和の時ね、草ぼうぼうやったね。ほんでここから池なんだよ、前な。ここは柵してあったからね。これちょっと歩いてみようか。3名目ぐらいかな、今今回来るのでね。3名目で満開を初めてございます。横からね、眺めがね最高でございますからね。みんなね、なんかお金いるから、あの辺から見られるまで、あそこから。さっき話してありましたが、あっこから見たら見れるで、言うて。ほんで、取れるんやで、きれいに。きれいにね、石舞台古墳のね、石も見れんねんて。いやー、これいいね。ここやな。しかし、迫力やっぱ上上がらない迫力ないわ。巨石の迫力はね、上上がらないけませんわ。すごいけど。ねえ。迫力がないね、やっぱこれね、ここで見た感じはね、全然あれやけど、相手はすごいんですよ。これはやっぱすごいわ。はい、桜満開でございます。ほんでね、皆さんが言わはんのはね、ここはね、金いらん、特等席らしいですわ。ほんで、大きく取れるやわいでいいしね。みんなそこから、ね、取り上げます。桜もなかなか人気入っていいね。これだけ枝分かれしたらすごいね。何十年か前はね、この辺の石垣をねスカスカやったらしいんですわ。みんな言うてありましたね。この辺であった人ね、スカスカで、だから見てたんだけどな、こう20年ぐらいからが特に見えになった言うたかな、2、30年前から。はい、これぐらいです。いや、いいね。はい、そして行きましょうか、あっこに。石棺見てみましょうか、石棺。いやー、いいね。最高最高。はい、最高でございます。もう江戸時代からね、有名な古墳でございますからね。日本で一番有名な古墳でございます。仁徳天皇陵もあるんだけどね、仁徳天皇は民情いたから何も。ね、何も見もないもんね。ああ、最高やわ。どうです、最高でございますよ。まあ、この土曜まで待つか、土日まで持つかな、桜。ちょっとわからないけどね。この石棺はね、セメントやな。どうもセメントやね。はい、ここにある。何、77ってね、300層でどう書いてたかね、30数個か、77だね。はい、これはセメントやな。残念、これはセメントでございます。これはセメントじゃおうか。これどうやろう、業界眼かね。業界眼かもしれんけどね、セメントの可能性もあるね。いやー、一冬でかいやんか、このそば。あれ、これよかったかな。よっしゃ。はい、満開でございます。満開。下にはね、菜の花が咲いてます。どこから上がれるのかな。上がれませんか。違うから。ちょっと逆光やけどね、どうやろう。まあ勘弁してね。はい。ちょうど満開でございます。はい、ちょうどここから一部台が見えます。大きな石を見ましたよ、ここに。ほら。これはもうね、最高のとこでね、すごいことになってるんやけどね。ここからみんなね、ここで絵を描いてありますね。待てよ。はるた、こっちこっち。はるた。はるたくん。おやつは。待て。待て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 。待て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 。待て待て。ごめんごめん。ね。はいはい、待て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 、そんな待て待て言われてもね。桜は今日は満開ですね。明日から、明日から散りますよ。はい、雨降ったら終わりですね。雨降ったら終わりやね。お嬢さんたち暑いやろ。いいよ、怖い怖い。ね、ありがとう、ありがとう。はい、ありがとう。さてさて、立ち上がるの大変やな、これ。どうしよう、行こう。力を入れるか。はい、ありがとうございました。石舞台古墳からでした。はい、またね。はいはい、ありがとう。